只見線駅ブラ。今回は只見線の始まりの駅、会津若松駅にやってきました。今回の旅のために私、リュックサックを新調しました。どうですか？初めての会津の旅、どんな出会いがあるか楽しみです。会津若松駅からのぶらり旅、まずはどこに行くか地図を見て決めていきます。まあ鶴ヶ城はね、会津のシンボルだから欠かせないですよね。行ったことない人行ってみたら、なんだこれ、なんかすごく難しそうな字書いてありますけど、本当だ、なんていうの、小貝国神社。なんか私に聞いたことあるかもしれない。ということで最初の目的地はその気になった神社へ行くこととなりました。赤べこに見送られながら駅ブラスタートです。ちなみに調べてみますと、その難しい漢字は蚕の旧字体だったんです。そうだそうだ、ここですね、神社って書いてある。おお、お邪魔します。おお、なんだか神聖な空気が漂ってる。桜が終わっちゃったけど緑が綺麗ですね。まずは参拝。只見駅までの長い旅路の安全を祈願するため拝殿へ向かいます。まずスタートはね、お参りして。とここで松山さん、あるものを発見します。あれ見てください、あそこに繭が奉納されてますよ。繭が奉納されてるの珍しいですね。やはり名前に蚕の文字が入っている神社、繭が入った額がいくつも奉納されています。詳しく話を聞いてみました。こちらに繭が奉納されていたんですけれど、こちらは何の神社なんですか？ここは養蚕の神様なんですけど。養蚕の神様、はい、古事記日本書紀の中で初めてお蚕を生み出した神様がいらっしゃるんですけど、その神様をお祭りしている神社なんです。それでいいお蚕ができますようにっていうお願いを込めて、いろいろな方が奉納したのがあの繭玉です。神社について教えていただいた後は、じゃん、御朱印帳です。かわいいでしょう。実は御朱印集めが趣味の松山さん、この駅ブラのために新調してきたんです。これたくさん集まりますよね。この待ってる時間もワクワクしていいですよね。そうですね、趣味が仕事になる。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。来てください。あ、素敵、まだいいですね、とてもカラフルで。で、皆さん、この赤い印、よく見てみますと分かりますか？かわいい蚕がデザインされているんです。雪だるまじゃないね。あ、嬉しい。なんか最初からこんなに素敵な御朱印を書いていただいて、いい旅になりそうです。只見線の旅、駅ブラ。神社を後にした松山さんは鶴ヶ城へ向かう前に会津若松駅の周辺を散策します。駅の南側を歩いていると、たどり着かないぐらい結構いい場所ありますからね。はい、来るかな。何だこれは、着物着付け教室。会津着物で散歩。え、着物着られるのかな。こんにちは、すみません、突然お邪魔してしまって。はい、こんにちは。こんにちは。今あの会津着物で散歩というあの名乗りを見て入ってみたんですけれど、はい、着物着られるんですか？はい、あの手ぶらで大丈夫ですよ。
迎えてくださった小林さんは、こちらで着付けの講師をされている方でした。改めてズカズカと入ってきてしまいましたが、会津きものね散歩とはどういったサービスなんですか？はい、手ぶらで着物が似合う会津の地を楽しんでいただくためのサービスになっております。歴史の深い町で着物を着て歩いていただく方は増やしたいなっていうのが大きな目的でした。レンタルできるのは襦袢や足袋だけでなく、なんと髪飾りも。そして着物と帯はこの中から選ぶことができるんです。迷いますね。そしてそんなにお高くない。たくさん迷っちゃいますね。そうですか。気になったの何点がございましたか？この桜やピンクが、はい、赤も素敵だな。そうですね。あとこの3色のも素敵だなと思って、はい、どれもお似合いだと思いますよ。はい、斉藤さん正解です。松山さんが選んだこちらは会津木綿の着物と帯なんです。じゃあ着替えてきます。またね。松山さんはそう似合いそうですもんね。松山さん着物を着るのは成人式以来ということで、久しぶりの着物姿を披露する場所がこちら。とても立派ですね。そして赤瓦がすごく素敵な色で上品です。そして、ええ、ご覧ください。どうだ、会津木綿の着物を着させていただきました。いいじゃないですか。全身会津木綿なんです。すごく贅沢な気持ちです。どうですか？男性陣うっとりですね。もう綺麗、もうしっくりはまってますね。この八重桜と会津木綿の松山さん、本当に素敵の一言です。で、散策していますと気がつけばお堀にやってきました。ここで、鶴ヶ城ボート体験乗り場。ボートあるんですかね。こんにちは。ボートって書いてあったんですけど、はいはい、こちらでは乗れるんですか？そうなんです。約50年ぶりにこのボート復活しました。50年ぶりですか？はい、そうなんです。見たことないですもんね。会津の観光を盛り上げるため、かつて行われていたボートの貸し出しを市の観光課などが先月復活させたということなんです。これは乗らなくてはと松山さん。ただこの時着物を着ていたので、焦らせてしまって、星さんに漕いでいただきました。ありがとうございます。おー、行ってきます。時がすごくゆったり流れているような感じがします。よく見ると石垣に苔が生えてたりとか、はい、そうですよね、あの辺りとか、そうですよ、なんかこう堀の巣があったりとか、はい、近くまで行かないとわからないですよね。わからないですね。ゆったりと楽しんでいた松山さん、しかしここで雨が。それでも星さん楽しかったです。本当皆さんからもすごく好評いただいているので、やっと楽しんでいただけてよかったです。復活できてよかったです ね、 そうですね、本当に、はい、復活した観光ボート、皆さんもいかがですか？最後にせっかく着物を着ているので、場内にある茶室へ行きます。ここからはボランティアガイドの大竹さんに案内していただきます。ぜひお願いいたします。じゃあご案内します。ここが茶室ですね。はい。だいたい今から400年前の建物ですけれども、利休が秀吉に切腹の命令を受けて、長安も一緒にね、切腹を命じられる恐れがあったんですね。そうなんですか。ここのお殿様だった賀門氏郷が、それでは日本に茶道がなくなってしまうということで、その昭和を連れてきちゃったんですね。こっちへかくまったんですよ。その際に利休の子昭和が宇治里のために作ったと言われるのがこの茶室輪郭だったんです。
長庵の孫たちなんですね。3人の孫が表、裏、武者小路、この3手を起こしてですね、今日に至っているということなんです。合図がなければ、日本から茶道が起こらなかったと言っても過言じゃないでしょうね。あ、もうなんとかかくまってくださったことに感謝ですね。そうですね。そんな歴史ある茶室の庭では抹茶とお菓子がいただけます。中目くんもかわいい。うん、癒されます。松山さん、初めての会津訪問、うん、会津の歴史を知ることができた素敵な旅になりました。